ここで釣らねば男がスターってもんだぜ。これで、あ、こっちにも餌あるやんって思わせる。テンションがもう、やばい。うわ、出た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 。よっしゃ、ちょっと、ほら、うわ、でっか。お、お、やばい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 、やられるやられる。量がおかしい、量がおかしい。はい、おはようございます、しょうくるです。今回は、1年間やるかやらへんかずっと迷ってた最低な企画します。今回は、生き餌でめっちゃ魚にやる気を起こさせて、その後に、ルアーを投げたら、ルアーで釣れるんじゃないかというね。完全ゲドフィッシングです。もうこの生きた魚使うのとルアー使うのって全然違うくて、断然生きた魚の方が釣れるよ。これブラックバスってそういう生きた魚見ると、マジで狂ったように食ってくるよ。やばいやばいやばい。うわ、やばい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 。うわ、やばい。で、もう飯食うモードマックスなって絶対絶対に追いかけて食うみたいな。ただルアーは食う時もあるけど食わへんことも多いと。やばい、来てる来てる、マジで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 来てる。食ったら神、食ったら神、食え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 。うわー。でも釣り人としてルアーでは釣りたいと。そこでこいつで魚を限界までやる気を起こさせて、その直後にスッてこいつを引いてこのルアーを投げたら、もう何でも釣れるんじゃないかとってことでね、早速やっていこうと思います。レッツゴー。今回はウグイちゃんを9匹買ってきたんで、まあ、奇跡起これば9匹釣れる可能性があると。今回はやっぱりルアーで何でも釣れる可能性があるから、自分が釣りたいなって思うやつを持ってきました。これはなんかその、例えばこういうでかいやつとか、うん、俺こんなん釣ったことないよ、うん、釣れるとも思ってないけど、生き餌でスイッチ入れたら可能性があるなと。一回動きを見てみましょうか。これ単体の。おはようございます。はい。要は表層、水の上でちょんちょん横にボンボン右往左往するだけ。ただこれ頑張って解釈したら逃げてる魚にも見えるやん。これが頑張って解釈したらね。そうやな。だから生きた魚がもうブワッと逃げると、俺が仕掛けたやつで、でその真横にこいつを投げたら、まあ、来んじゃないかなと。いやすごい、多分ね今見えてる子だから全部ワカサギよな。ほらほら、てかの見える見える見える、ちょっと見づらいか。あ、今横に横向いてるわ。50、50、多分50。てかでこれはほんまに一瞬の勝負になると思うね。よしよし、羽ばたけ銀平ちゃん、勝負は今ここで。あれ、え、天才なんここのやつ。でもこれ多分仮に折ったとするやん、うん、あ、これ今練習な。うん、めっちゃバックラした。まあ一旦こんな感じですね。うん、でもでもなんかさっきからな、見てる分にはこの橋の近くでバッシャンバッシャンすごかったから、ここでやってみましょうか。いきますよ。いよ、今浮きがおるところ結構跳ねててんな。右から、右からすごい、すごいすごいすごい。ね、意味が、日本語がわからん。あなたの右、あなたの右、50ぐらいの来てる。50? 小バスは見えた今。ほう、50ぐらいおるやん。お前お前、オッケーオッケー、オッケー、一度ピシャ、一度ピシャ。いたいた、いた、絶対バス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 いた。オッケー、いってるいってる。これで、え、天才、天才、無視した。この子無視したんですけど。雷鳴発見。お、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 え、え、沈んだ、沈んだ、ちょっと待って、ちょっと待って。どうしようもないぐらい早く沈んだよ。ちょっとね、でかいのこれ。違うかな。あれ、もう合わせちゃうんですか。もう合わせちゃう、無理やもん、食ってんねんもう。どうだどうだ、サイズは。あー、可愛いサイズ、可愛いサイズが食ってた。もう引きつりよ、すごい。イエーイ。見えへんかったもん。せやな、もう見えへんかったら試しようがないわ。1本目35ぐらいあるよなこれ、うん、いいね、楽しいね。消えで釣れたら本末転倒だが、それでいい。あかん、でかいのおる、めっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる。ましたましたました。これはこれはもらった、これはもらった。いくぞ、いくぞ、いくぞ。おおおお、おる、後ろ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 おる。お、おいた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 、いたいた。よし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 、逃げる逃げてる逃げてる。ここ、あ、ミスったミスった。ちょっと待って、お、頼む頼む頼む、もう一回もう一回頼む、もう一回。うわ
おおお、右右右、浮きから右3メーター向かってきてるな、向かってきてるな。あ、行ってる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 。おお、え、壊れた。あ、やばいやばい、あ、やばい、あ、やばいやばい、あ、やばい、あ、かあかあか、ちょっと待って、もう一個、もう一個、ほら、うわ、でっかでっか、ちょっと待って、ちょっと待って、でかい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 、やばい、一瞬で食ってきたこいつら、でかい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 、バチでか、バチでか、これこれめっちゃでかい。よいしょうわ、やこれはやばい、これ確実45個目だ。あ、待て、一旦待て、一回、一回降りてきて。よし、ちょっと待って、食ってる、こっち食ってる、投げたやつ食ってる、ちょっと待って、助け、無理無理無理、もう無理、もう無理、もう無理、ルアー食ってる、ルアー食ってる、ルアー、どういうこと、どういうこと、食ってる、食ってる、放置して作ってる、おかしい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 、こんなことある、ちょっと待って、やばいことが起こった、投げてミスって、置いてるやつ勝手に食った、こっちが。こっち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 、こっちか、うん、こっちがこういうこと狙いえ、それ置いててんな、置いてる、じゃああそこで勝手に食ってる、バカもだ、そうそう、な、ちょ、さっきさ、お前降りてきた時竿倒れたのおかしいな思ってなんで竿倒れたみたいな、あ、なるほどなるほど、そうそうそう、お前触ってないのに、うん、What? ちょっと待って、こんなことある？震えてる俺。俺初めてこんな釣り方よ。俺見たことないし、こんな水槽の釣り方。ちょっとこいつ後で外すから一旦こいつにが。神の2匹。これやりたかった。ちょっとや。対策ちょっとメジャーくれ。はい。48とかかな。オッケー。ありがとうよ。ありがとうよ。ありがとうよ。おい。よしよし。オッケー。ルアーで初めて釣った。よし。測ろう一応。あじゃ。47。これな、衝撃動画やで、YouTube でも見たことない感謝感謝エンディングいってもいいよこれはやばない、超クローズフィッシング史上一番の大パニック。まああの簡潔に言いますと、あの魚が餌を食ったことによって全体にスイッチが入ったと解釈できます。なるほど、うん、やっぱりあの例えばみんなお菓子置いてあって、人間で誰か一人食べ始めたら食うやん、あ、確かにそれはあるね、それ、うわ、なるほどな、それであのこんなでかい魚見たことないわー言うて食ったやつが47はい、1時間休憩しました休憩しても A、 これはテンションがもうやばいまああの今日みんなに言うてないけど、うん、今日のサブミッションこれ全部で釣ることやから、これ全部はい、まあこれはね前の動画で釣ったからあれやけど、これでいきます。最近さ、なんか、うん、ショークローズフィッシングのコメントとか、まあそれこそ前も TikTok とかでバズったやん俺、うん、これで釣れるのはあんたが釣りうまいからみたいなコメントめちゃめちゃ多かったんやけど、うん、その通りやから、確かに俺はバス釣りを始めて8年間1回も45センチのバスを釣ったことなかったと、周りの誰よりも下手くそやったと、うん、まあ、諦めなければもうここら辺まで格が違うレベルまで来れる、まあね、ほんまこの勢いで言うのもあれやけど、俺がバス YouTube 界でトップ取るからね、うん、うん、世界一イケてる動画を作りまくってるわけやからな、それは間違いない。さあまだまだ釣りまくるか、最高の動画にしようか。よしよし、これ新しいやり方でルアーをめっちゃ奥に投げて、ほんで生き餌の方に寄せてくるっていう、こっちのパターンもある。生き餌よりもはるかにアピール力あるから、これでなんか寄せて、ほんで、あ、こっちにも餌あるやんって思わせる。うわ、やばい、ボイル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 やばい、
やべえ、めっちゃコバそうな、相変わらず。あそこでかいのおるわ。いいとこじゃん。おお、オッケー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 、ここオッケーオッケー、スイッチ入ってる、スイッチ絶対。おおおおおおお、え、食った食った食った、ちょっと待ってちょっと待って、ああああ食った、一番大きいやつ食ったわ。もう行く気はねえわ、行く気はねえわ。オッケーよし、わあよし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 、ほうオッケー。あれ、ちっちゃいな、ちっちゃいな。あ、違うやつ食ってるわ。 Thank you brother。 これまた一風変わって面白いフィールドやな。とりあえず投げよう。うん、投げるところから始まる全ては。あー、はいはいはい、あれは狙えるんちゃう。とりあえず行くわ。とりあえず生き餌で魚にやる気でさせる。食堂、俺の子、まっさ、あ、それさっき見たやつやな。こいつでっけえぞ。こいつでかいね、さっき俺がずっと見てるやつやね。さあ、こいつ愛想悪いわ。あ、空気読まれへんだよ。うん、めちゃくちゃうまい気は。来た来た来た、ルアー来た、ルアー来た、ルアー来た。待って、食うかも、こっち食うかも。うわ、ここで釣らねば男がスタートってもんだぜ。おい、ちょっと逃げないで、僕はここにいるよ。そしてブラックバスは消えたので。おい、喋んなそんなこと言えない今。よし、奥行こう。ここで見切る、俺の偉大さ。お前はここで決めるって言ってたけどああ、難しいけど楽しいな。可能性を感じる、可能性感じる感じる。今日のこれにかけてきたセットね。あいつら怖そうとなるとかなりゆっくりな。まあこういうね。いやでもこいつやっぱ最強か。なんかいろいろ考えた時にいやマジマジ冗談抜きで、ほんまにほんまに説明できる。あ、なんでそれがいいのか。でかい一匹やる気のあるやつがおる。残り池2匹なんよ、昼にしてだからもう超丁寧に行くよ。先投げる。あ、あ、お、お、やばい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 、やられるやられる。お、お、やばい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 、やられるやられるやられる。あー、あ、食った、くっそ間に合わんかった。お、来てる来てる来てる。あかん、さっきこっち合わせる。オッケー、あー、吐いた、吐き出した、しくった。まだおる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 。お、お、めっちゃおるめっちゃおる、やばいやばいやばい、めっちゃおるめっちゃおる。お、食った食った、やばい、壊れた壊れた。おおおおお、食った。よっしゃ、ちょっと頼む、こっち食ってる。ちょ助けて助けて、これめっちゃブラックバス。よしよしよし、食ってくれ食ってくれ。やばい、量がおかしい、量がおかしい、量がおかしい、量がやばい、量がやばい、バスの量がやばい。ここでここでここで、エイトトラップエイトトラップエイトトラップ。うやばい、うわ、ロストした。ちょっと待って、ブルーシューター切れた。ちょっと待って、一旦する、一旦こいつをする。よいしょよいしょよいしょ。あー、むちゃくちゃや。やばかったろ、こんなバスおったん。しかも、一回食ってきたよ。おおおお、やられた。よっしゃ、40アップラスト魚一匹やけど、決めます。俺ちょっと手震えてる。今日めっちゃ震える。Thank you, bro. ちょっとルアー取りに行きます。ということで、失礼します。行きましょう。失礼します。いや、この波で浅いとこ行ってもらう。やばい、めっちゃバス来てる。なんか俺のやつにめっちゃバス来てる。どういうこと？こいつまだめっちゃやる気あんな。この動画終わらせるか？バス寄せる。まずこれで。食え。来てるな。来てるな。来てるな。来てる。うわ、出た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 。うわ、出た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 。うわ、出た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 。おっしゃ。よっしゃ、すげえ、俺うますぎやろ。
あれやってしまったスイッチ全開やからパンツは許してくれこれ俺食わすのうますぎたくない？やばい、もう手震えてるやん。そら久しぶりよこれで釣ったやばいやつ。よっしゃ最高マジテンション上がった今の。ちょっとパンツダサいけどはい、だからこれ一番でかいんじゃん今日釣った中で。釣ったやつ一番でかいな。あ、また47や一緒や47。うまや、完璧すぎた。どうもカメラマン岸川くん、ちょっとうますぎたこれはちょっと認めざるを得ない。完璧、6匹目マジでありがとう。元気に生きろ。でかかったね。ういこれとか、はい、時刻は4時です。魚は1匹です。釣ります最後はこの餌でこれ寄せてクラッシュっていうね、ビッグベイト。これまたビッグベイトで仕留めさせていただきます。さっきちょっと覗いたらバスが少なくとも4匹はいた。よし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 、僕の目の前に2匹います。マジ、ほっ、一瞬で決める。どう？あ、見てるね、見てる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 。行くぞ行くぞ、絶対行くぞ。来てる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 。よし、これ焦らして焦らして焦らして、こうこうこう。あれ、来た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 。ほう、もう行っちゃいな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 。 Are you serious? お、なんか壊れた壊れた、ちょっと待って、壊れたくない？え、壊れてない、壊れてない。あ、壊れてます。壊れてる。うわぁ、くっそ、ちょっとしくったタイミング全然見てなかった。うわぁ、これラストか。いや、なになに、待てよ、釣ってからがあるから、釣ってからが、釣ってここでバシャバシャバシャ。あ、そう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 、行くぞ、最後いただきます。よっ、でかいでかい、これもめっちゃでかいぞ。よし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 、ここここ、よしよしよし、ここ引きつ引きつ引きつ、全然あかん全然あかん。よしよし、こっち優先するわ俺も、ごめんごめん、企画終了や。よし、こっち来てくれ、ラスト。よいしょ、よいしょ、でかいあー、危ない。よし、7匹目お疲れ様です。最後サイズ上がろうか。ありがとうございました。45いってます。45やばない、今日マジかっけーな、最高のサイズやった。 Thank you。はい、お疲れ様でーす。まあもう企画はまあ成功者やな。違う違う違う、なんで成功や、ほぼほぼな。まあ生贄の代わりにルアーは無理やったものの、生贄、うん、でやる気にさした他のバスたちを釣るとかもできたし、いやー、神の匂いほんで今回30センチ台2本やんな。2本で、あとほぼ全部45アップ。うん、おー、最高やな。まあ、検証結果をまとめますと、池江でスイッチ入れたバスにルアー投げたら無双に近いことはできます。まあ、ショークロスフィッシングはこれからもね、誰も見たことのない最高の動画作りまくってみんなを魅了していくんで、まあ、ぜひこれからも楽しみに見てください。そしておもろいなって思った人はチャンネル登録お願いします。ということで今回はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様でした。やりきった、マジで。これはないっす。